あ、うまい。うま。ナイス。天気変わるかも。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、なんとなんと川名にやってきました。川名です。今回は塩田さんと純ちゃん一緒に一泊二日2ラウンドこの川名を満喫したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。意気込みとかね、あれば。歴史があるホテルとゴルフコースでできることを楽しみにと頑張りたいと思います。大島は来たことないです。富士は来たことないので、うん、ちょっと楽しみ、楽しみです。私はもうただの初心者です、ね、初めてです。赤羽のもう赤羽が初もうすごい楽しみにしてます。で早速もうすごいなと思ったのこの登録有形文化財、この建物自体がもうすごいね、すごいねことになってます、うん、楽しみですね。はい、じゃ早速中に行きます。はい、コースに行きます。お、なんか歴史が書いてありますよ。へー、すごい。これとかこれが何コース？こっちが大島じゃない？ここが大島？でこっちが富士。超海じゃん、こっち。だってこんなギリギリの灯台が目の前に。すごい。もうここがグリーンだから。あ、グリーンのフィート数が書いてあるよ。あ、今日の。両方 9.0 です。校内グリーンの 9.0 はちょっと想像がつきませんが。桜が満開で撮影日和です。すごい。お、桜。桜見て、海半端ない。やばいよ、海すごい。やばいよ。感じだよ。はい、では今日は大島コースを回ります。はい、1日目。はい、でも全く分かんないので川名ホテルの上原さんに大島コースの説明をしてもらいます。お願いします。上原と申します。よろしくお願いします。お願いします。大島コースなんですけれど、どうしてもあのトーナメントの関係で富士コースが有名になっておりますが、うん、実は大島コースの方が、できたのは古いです。昭和3年ですね、大谷孝明という設計、ね、はい、これでできましたので国内で12番目です。東海地方では一番古いです。ちょうど去年で88周年を迎えてますので、ぜひ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そちらにもございますが、各ホールニックネームがついてます。ほう。ちなみに熊谷ズアドベンチャーというのはこれ一番ホールなんですけれど、はい、設計技術士の熊谷さんという方の住居がその辺りにありまして、そちらの名前を、取っています。晴天の時はですね、乗り入れは可能なんですが、ちょっと先ほどまで雨がありましたので、うん、今日はあのカートパスだけの、うん、走行でお願いします。はい、おすすめの2、3ホールあったら教えてください。はい、先ほどスターターの方の説明もあったと思うんですけれど、SOS という谷越え、はい、あと13番ホール、ベニビニビキという来たり見たり勝てりというところ、打ち下ろしなんですね。そちらの方がワンオンできる、ワンオンできる景色、ロケーションも最高だと思います。じゃあ 6番と13番がもう名物ホールですね。はい、そうですね、まあ、はい、はい、楽しみだね。ありがとうございます。ありがとうございます。あとね、スタート前にも説明あったと思うんですけど、うん、GPS のナビ付きだから快適です、うん、あとはアメリカンスタイルのワンラウンドスループレーです、大島コースは。それは嬉しいかも。なんで途中の茶店があって、そこの、まあ、売店で軽食15分ぐらい、うん、まあ、そこも取れます。あとはもう本当に富士が有名だけど、それに劣らないぐらいの、うん、素晴らしいコースだと、うん、女子で来るなら特におすすめ、うん、って聞いてるんで楽しみたいと。そうですね。では頑張りまーす。ニアピン対決します。はい、一番遠かった人が罰ゲームの方ができるか。罰ゲーム何する、うん、一発ギャグもう何でもいい、うん、35億とかでもいいし何でもいいからそれでいきましょう。一番遠かった人、うん、はい、が一発ギャグできます。はい、はい、じゃあ今日はニアピン対決します。お願いします。さあ楽しんでいきましょう。楽しんでいこう。ナイス。これはどう？あ、ありそうじゃない？左でもなんかね、落ちた音は聞こえた。そうだよね、
あの切り株から左側の方ですよね。そう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 。よろしくお願いします。お願いします。右は広い。そう。狭くない。お、いいよこれは。ナイスショいい感じ。いいとこ。どこだ？バンカーの手前？うんと思う。旗の横か手前かな。手前かな。ナイスショー。おー緊張しと。はいじゃあお願いします。ショットでーす。すごい。じゅんちゃんじゃない、塩田さん、ブリヂストン8番ですか？ブリヂストンで、蹴り株の上に乗ってんだけど、すごくない？スリクソン1番すごくない？そんなことある？アンプレ？アンプレ？アンプレします。違うじゃん、ミナって書いてある。同じ誰か乗せたんじゃん。同じスリクソンだけど違うじゃん。やっぱこっちだね。あ、これは？あ、あった。スリクソン。はい、ありました。十七ぐらい。はい。あ、ナイス。65ヤード、58度で。出てます。おーいいよー。あーナイス。乗りました。霧出てきた。ふわってきたね。涼しい。冷風が来た。天気変わるかも。入れパ。OB かと思いきやの入れパ。おお、あー惜しい、惜しい。ナイス。はい。あーこれでもさ、奈良市アマチュアゴルファーにとってはちょっと辛い距離です。うわーすごい、あんな右から、うわー4番、4番やばくない？なんか違う次元でした。4番アイアン持ってない175。さあこれココちゃん乗らないと。やばい、私罰ゲームじゃん。なんで？罰ゲームがいきます。
もうみんな私にさせたいからってスリーパッドのルールを先ほど追加されてしまいました。外せ。いや、外せ。ナイスー。よしじゃないよ。ジュンちゃんでーす。ジュンちゃんでーす。スリーパッドでーす。ジュンちゃんでーす。大丈夫。ちょっと登りだけど手前のバンカーには絶対落としたくないので右から回していきます。左足下がりだから打ちにくい。あーちょっと短い。やばい、やばいよね。やばい。やばい、多分バンカー入った。やばい、ちょっと水含んでるんで、はい、ちょっと心配です。ちょっと弾かれやすいです、バウンスが。うまっ。全然心配じゃないじゃん。めっちゃ近っ。全然心配じゃないじゃんとか言っちゃった。やったー。 OK だよあれ。ナイス、激うまバンカーでした。はい、じゃあお先でーす。はい、先に。ナイスパー。じゅんちゃん、桜を背景にいいアングルだよ。すごい可愛い。ほんと。かわいい。あ、うまい。が。うまいけど高麗。逆目かな、またこれ。逆。あー、じゅん、横目かな。横目か。重めだ。ちょっと重いね。いいよ。もう可愛い。そう、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよ。いい。めっちゃ綺麗。グッバイコースです。すごい。後ろ海。うわー、やばー、ナイスよー。すごい。これね、ちょっと左に引っかからないように頑張って。はい。おお、いいじゃん、ナイスショー。ナイス。ちょっといいじゃん。グッドバイホール。やだ。ボール見てね。おお、巻いた、巻いた、やばい、超えて、いやー、もうバッサー言った。おー、B。 だから、4打目、4打目です。Goodbye, hold on.